はい、キヌです。笑わない少女と異形のサーカスパート2を撮っていこうと思います。それでですね、これ実はこのアプリを立ち上げてる状態じゃなくてもこの動員数が増えていくみたいで、それもなんかたまに増えてない時もあるんですが、まあだいたい増えてるで、ちょっと早かったです。でこの辺とか前回交換してなかったかもしれないんですが、このランプはとても綺麗で好きです。で新しくタッチペン、スマホのタッチペンというものを買いました。とても使いやすいです今までこのスマホのタッチペンという有能なものをなぜ知らなかったのかと思うぐらいのレベルで有能です。皆さんもよかったら使ってみてください。それでは新しいところを開けます。ビリー、いつもニタニタと笑っている。昔はよく悪事を働いていたらしい。あれ、人間だ、食っていい？ひひひ、冗談冗談。お嬢ちゃん、俺たちを見ても驚かないんだね。俺たちが怖くないの？あなたたちは私が知ってる大人たちより優しい。だから怖くない。甘いね。世の中には優しいふりをする汚い大人だっているんだぜ。もしかしたら団長は君のこと騙してるのかもしれないよ。ああ、つまんないの。全然ビビらない。俺、人の恐怖に怯える顔や悲鳴が大好き。俺のスリリングあふれるナイフ投げの技を見て。お客人たちが悲鳴を上げるとゾクゾクするんだ。人間はどんな悲鳴を上げるのかな。あらら、警戒されちゃった。ちょっとかがんで。なんだよ、ゴロ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 って、ちょっと、いきなり顎の下なんて撫でないでよ。ゴロゴロゴロ。はあ、参ったな。なんだか弱点を握られたようだ。あなたはなぜこのサーカスへ。なんでだったかな。ああ、そうだ、思い出した。悪いこといっぱいしてたら団長に声をかけられたんだ。人を傷つけるより楽しませることに興味がないってね。こうして俺のナイフは傷つける道具から楽しませる道具に生まれ変わったってわけ。あなた自身も楽しそう、ずっと笑ってるもん。ひひひ。またねえ、今度のショーで俺のナイフの的になってみない？きっといい刺激になると思うよ。冗談冗談。こいつビリーめっちゃいい性格してますね。こいつは出てきてほしくないやつなんですよね。今はビリーが出てきてほしいです。ビリーのストーリーがちょっと見たいので、ちょっとここで出てくるのを待ちましょうか。どのくらいのペースで出てくるのかわからないので、ちょっと謎ですね。次開けてしまうと出る確率が減ってしまうかもしれないですから、シェラの花にしましょう。シェラの花がもう進化するので、ちょっと手前で止めてました。これが何の関係があるのかとかはまだ本当全然わかんないですけど、花を咲かせるだけかもしれないですけど、とりあえずたくさんこのなんかよくわからないクロモジャを食べさせときましょう。どんな花が咲くのか楽しみですね。物語、あ、これは物語ですね。この辺のランプもこの辺とかだったら全然開けるんですが、でも多分上のランプのちょっと進化したバージョンのやつが下に出てくるって感じみたいなんで、今のランプ気に入ってるんで、ちょっとこれを外すのがちょっと悩みますね。で
団員メモ、団員メモじゃないな、倉庫かな、そうですね、これを、え、あ、これ入手でいいんだよな、入手ベルト、あ、ビリーっぽいですね、気にしないんだよ。じゃあもう一つ先のやつも開いときますかね。それでは開いときましょう。ステージを開放する。え、10人。そうだったのか。これでいいですね。で、開放しましょう。レベッカ、お色気担当、怒るとすごく怖い。かわいいおちびさんね。名前はなんていうの？レベッカ、この子はノアだよ。団長に助けてもらったんだ。団長に？にゃーん、私も団長に助けられたい。フルーティーですね、この子。そういえばそうね、悪者に捕まって連れてかれそうになるのを私を団長が助けに来てくれるの。気にしないで、レベッカは団長のことになると暴走しちゃうんだ。ひそひそ。そうなんだ。ふん、まだお子ちゃまのあんたたちにわかんないわよ。ここからが見どころよ。追ってから逃げ切った私たちは夕日をバックに熱い抱擁を交わすの。あー、妄想しただけで心も体も溶けちゃいそう。うえー、おいらは想像しただけで鳥肌立っちゃったよ。どうして？レベッカは男なんだ。こんなに思ってるのに団長ったら全然振り向いてくれないの。片思いってつらいわ。団長のどんなところが好きなの？団長はとっても素敵な方なの。優しくて頼りがいがあってダンディーでミステリアスで、きっとこの世界で私たちみたいな訳ありの人に手を差し伸べてくれるのは団長だけよ。うん、そうだね。なかなかこの子可愛いですね。顔がなんかパフェみたいな感じなのも、お、出てきてます。めっちゃでかいですね。恋、それはとても甘くてとても切ないの。私もいつか恋をする？もちろん。あ、でも団長はダメよ。ですって、ですってじゃあこれも多分10まで開けとかないとダメなので、とりあえず10まで上げときましょう。集客人数がわりかし増えてきましたね。倉庫、これも開いておきましょう。香水、うんうんうん、まあレベッカっぽいですね。団員メモと物語は意味がないので、そうですね、もう一回ここに行ってあげておきましょう。しばらくなんかレベッカさんが、レベッカ？レベッカじゃなくて、あの猫さんが出てきてくれないと猫さんのストーリーが見れないんですよね。で、全部を解放しないとどうもエンディングが見れないらしいので、その辺がちょっと引っかかってます。一回戻りましょう。レベッカ男ですもんね。めっちゃ綺麗な足してますけど、これで男？うん、でもやっぱビリーが、個人的にビリーがいいですね。ジャスミンも捨てがたいです。ビリー、ジャスミンって感じですかね。お、来たかな。おい、またお前か。これランダムなんでなかなか見れないですね。じゃあもうここも開けちゃいましょう。今回は3つ目まで行きましょう。アルフォンス、つぶらな瞳が愛らしい、よくジャックと喧嘩している。おい人間、僕の芸に文句でもあるのか。ごめんなさい、こういう顔なの。あと私人間って名前じゃない。人間は人間だろ。お前何ができるんだ。ここにいる以上芸の一つや二つできないとダメだぞ。
お歌と編み物が得意かな。あ、編み？まさか僕の毛を狙ってるんじゃ。狙ってない。でもあなたを抱きしめて寝たらすごく良さそう。僕の毛はふわふわもふもふで気持ちいいぞ。でもお前には絶対触らせないからな。シャンプーして丁寧に乾かしてブラッシングしてくれるなら少しだけ触ってもいいぞ。うん、する。だから触ってもいい？少しだけだぞ。うん、なんだかほっとする。あー、何やってるんだよ、ある。なんだよ、ジャック。うるさいから大きな声を出すな。ノアにその、ギューってされてるなんてずるいよ。この人間が僕に触りたいって言うから仕方なく触らせてあげてるんだ。ははーん、お前羨ましいのか。お前の段ボール頭を抱きしめても痛いだけだもんな。喧嘩しちゃダメ。兄弟がいたらこんな感じなのかな。兄弟か、ふん。可愛くない弟と妹だな。私がお姉さんのつもりだったんだけど。ノア、その君はいつか帰っちゃうのかい？え？ずっとここにいなよ。あっちの世界はノアを傷つけるものがたくさんいるもん。それで僕たち本当の兄弟みたいにずっと一緒に。バカだな、ジャック。人間と異形の僕たちが一緒に暮らせるはずないだろう。そうだよね、ごめん。まあそのどうしてもって言うなら兄弟になってもいいけどな。そうなれたらすごく嬉しい。いい感じのストーリーでしたね。なんか心がほのぼのな感じの。この子は違うんですよ。これも10個ぐらいあげとかないと次に行けないですね。意外と減りますね。あ、でもそうでもないですね。上がっていくスピードが上がったんでそこまでです。早く次のやつ出てきてくれないか。まあ、なかなか難しいですよね。まあ、とりあえずこいつらに黒もじゃをあげときます。ここの音楽はちょっと癒されますね。なんか観葉植物を見ている気分です。そうですね、あとは出てきてくれるの待ちなんですが、でも時間がそろそろ来ちゃいそうなのでパート2はこの辺で終わりにしたいと思います。それではパート3でまたお会いいたしましょう。それでは。